マタガルパは、ニカラグアの都市で、マタガルパ県の県と、2005年の国勢調査時点で人口が10万9100人と、同国の中で5番目に多い。首都マナグア以外の都市では最も商業が盛んで、北の真珠や、トコハルの地と形容される。アパンテ地区にある滝1898年から1959年に、かけこの地で暮らしたカトリック司祭、ギレルモティエネは、 マタガルパという地名を、スモゴで、岩のあるところへ行こうという言葉から生まれたものと考えた。しかし、地名の言われには他にも、水の横や、山の中という説もある。事実、マタガルパには、グランド川が流れ、さらに美しい雄大な山々が取り囲んでいる。近くの丘から見た、市街古来、マタガルパは、先住民の村だった。 マタガルパの先住民族は独自の言語を持っていたが、1875年に消失したと考えられている。フィラデルフィアのアメリカ哲学図書館には97文字から、なる、マタガルパ語の文献が保存されている。マタガルパは1554年、北の海に至る河川を探していたスペイン人により建設された。スペインによるニカラグア入植は太平洋岸から始まったため、 スペイン人は太平洋を南の海とカリブ海を北の海と呼んだ。カリブ海と太平洋との大陸分水海に位置するマタガルパにはイギリスがモスキート海岸を制し、太平洋側でスペインが植民活動をしていた植民地時代の物語が残っている。1850年にマタガルパで金が発見されると多くのスペイン人やメキシコ人と共に 一攫千金を夢見て、ドイツ移民もやってきた。その中でも、ハノーファー出身のルートビヒエルスターと、シュバルツバルト出身のカタリーナ・ブラウンの二人はこの地で、初めてコーヒーの木を植え、なった実を、ドイツ本国で売り材を成したとしてよく知られている。このコーヒー生産に憧れ、さらに120人のヨーロッパ移民がやってきた。彼らの多くは、またガルパの女性と結婚したため、 今でも多くの子孫がこの地に住んでいる。ウィリアム・ウォーカーが、ニカラグア大統領に就任した1856年、マタガルパには、多くのニカラグア人が彼の信仰から逃れやってきて、さながら駆け込みでいらとなった。この地で、愛国者たちが、エヘルシとデル・セプテントリオンを結成し、同年9月14日に、ウォーカー側のホセドロレス・エストラーだと交戦、勝利を収めた。 1930年には、デンマーク移民がやってきて高知に入植したが、後に、先住民が反乱を起こしいを攻撃すると本国に帰っていった。しかし、グレンケとメラーケの2家族は残留した。現在、マタガルパ県は、首都マナグアに次ぐニカラグア第二の県となっており、最も産業が高く化している。近年は、県内各地から大量の移民が流入してきており、 インフラや環境が課題となっている。またがるパと日の手賀市を結ぶ3 0トルの道路はその美しい車窓で知られる。また、日の手賀から火山の近くを通る道路を1 4 0トルほど行くと太平洋に達する。近年では歴史学、考古学、植物学、人類学の専門家らが調査研究のためこの地に入るほか、 最初の入植者のアメリカやヨーロッパの子孫も祖先の足跡を訪ねて訪れている。セルバネグラ山岳リゾートまたガルパでは多角的な農業が営まれており、牛肉、チーズ、コーヒー豆、カカオ豆、玉ねぎ、トマトなど様々な成果が栽培されている。カキ、木材、トウモロコシ、豆類、オレンジグレープフルーツバナナ大箱などの果物。 ブロッコリーやカリュフラワーをはじめとする野菜は地元で消費される。マタガルパは良いコーヒー豆、牛肉、牛乳、野菜、カキの産地として知られ、またエコツーリストの間ではこの地の山々も人気がある。産地にはアランフェス、サンタマリアデオストマ、セルバネグラなどの産地リゾートがある。マタガルパの経済は大部分が観光に依存しており、 大自然を売りにビジネスを展開している。またガルパツアーズなどの観光事業者が市外や近郊でツアーを催している。近年、ドイツ政府の出資により飲料水システムと新排水処理施設が整った。マナグアセバコ高速道路の拡張工事も完成、間近である。またガルパや近隣の日の手川、1年を通じて春のような気候が続く。 標高700メートル以上の高地に位置するマタガルパの気温は1年で摂氏26度から摂氏28度の間で推移し、湿度は75%から85%の間で推移する。年間降水量は1200ミ、mm、リメートルから1900ミ、mm、リメートル。ありがとうございます。